どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームセッターに中根人エルザです。今回はバージョン 2.4 で復刻が決まった頬と花火を今でも引くべきかについて話をまとめていきたいと思います。限定宝女として活躍している頬と調和の中でも SP 回復が特徴となった花火ですが、未だに強いのかは気になるところですよね。特に復刻となると今でも活躍できるかどうかっていうのは気になる部分となりますので、特徴を抑えながら解説をしていきたいと思います。また最後の方では新キャラと合わせてガチャの優先度などもまとめていきたいと思いますので、最後までご視聴ください。それでは本編に行きましょう。それでは先に頬について話していきたいと思います。まずは強みからです。他にない強みとしては、1つ目、ターン始めの回復付与ができるということです。スキルによる回復は回復だけでなくリジェネ効果も付与でいきます。しかもターン始めに回復する仕様となっていますので、これが非常に強いところとなりますね。性能としてはリジェネ効果と思ってもらえるといいかと思います。続いて2つ目、性能高めのデバフ解除となります。先ほど話したリジェネ効果に関しては、厄払いというバフが付与されます。これは回復だけではなくデバフを一定回数解除してくれる機能がついてますので、キャラがターン始めに動くときにデバフ解除をしてそのターンを無駄にしないということができるようになります。これが非常に優れているんですよね。続いて3つ目、 EP 回復とバフでサポート。EP 回復は20と少なめですが、自分以外を対象とするため意外と恩恵が大きいところです。あとちょっとで必殺技打てるんだよなっていう的に重宝しますね。また攻撃力バフも 40% 高めとなっていますので、回復だけでなくバッファーとしても扱えるキャラとなっています。ここに関しては回復だけではなく EP やバフで味方をサポートできるので、必殺技をガンガン回したい、攻撃力を主軸にしてるっていう編成にとっては貴重な登場キャラとなっています。続いて頬の後援水異物編成についてです。今回まとめて紹介するので少なめとなってます。まずおすすめの後援水です。1つ目は球根の夜がおすすめです。こちらに関しては持ち後援水ということがありますので、自身の EP 効率が伸びて必殺技の回転率がアップしたり、中を行った時に対象の攻撃量をアップするというバフがさらに伸びる性能があります。ただこれがあったら強いのかって言われると、性能をただ伸ばすっていうものが大きいところになりますので必須ではないですね。続いて星4の後援水の場合です。同じ気持ちがおすすめですね。重量がアップして回復量が増すっていうのが嬉しいポイントとなります。またスキル発動により EP が追加で回復するのも嬉しいポイントです。この他の後援水で選ぶってなった場合は HP であったり重量を意識して装備するといいかと思います。続いて異物オーナメントについてです。異物は火脚とメッセンジャーですね。ヒーラーにとって速度と回復量は非常に大事な要素となっています。2セット効果でそれを得られますので、この2つを装備するといいかと思います。続いてオーナメントです。お犬物の選手がおすすめです。回復量は HP 依存になっていますので、セット効果と相性が良くなっています。メインステータスについては、治癒量、速度、HP パーセント、EP 回復効率がおすすめです。サブステータスに関しては、速度、HP、効果抵抗、防御の順で選んでください。依存の編成としては2つあります。1つ目は持続パーティーですね。カフカ、ルワン、ブラックスワン、ホホとなります。この編成に関しては、ブラックスワン入ってからずっと導入されてる編成ですね。非常に扱いやすく強いので、ホホの編成の中でもズバ抜けて強い編成となっています。続いて、理想の編成2つ目です。ケイリーを主軸にした編成ですね。ルワン、ブローニャ、ホホを採用しています。これに関しては、ケイリーをメインとした時に使えるぐらいの感じなので、EP 回復で貢献ができる頬は非常に相性がいいところとなります。リジェネ回復しますからね、そちらの回復も間に合って、ケイリーの事象と相性がいいというところになります。今回2つの編成を紹介していますが、基本的に頬に関しては、どの編成に入れても相性が良くなっています。例えば、弓の編成であったりとかですね、あちらでも使えますので、ぜひおすすめです。それでは、頬のガチャのおすすめと懸念点についてです。まず、ガチャを引くならというところですが、登場と損後キャラが不足ならありというところです。頬に関してはヒーラーの中でも回復とデバフに特化した性能となっています。そのため、デバフに特化した敵が出た場合は今後も使用することが多く、腐りにくい性能となっているんですよね。エンドコンテンツでも優秀なヒーラーですので、現在でも耐久枠不足なら引くのはありというところです。個人的には頬に関しては、ガチャで登場してからずっと使っているキャラではありますので、それぐらい優秀なキャラだなと思います。というか、持続編成にいた時が本当強いですね。続いて、懸念点です。こちらに関しては、撃破特攻専門のヒーラーは難しいというところです。
今流行りの撃破特攻編成がありますよね。ブートヒルやホタルですね。特にホタルの性能などを考えるとギャラガーよりも性能は劣るかなという部分になります。特に攻撃面に関しては援護はできていませんので、攻撃主体になる撃破特攻編成においては扱いづらい分野となっています。その代わり他の編成はどれでもいけるっていうのがありますので、超撃破特攻編成にとってはまあちょっと扱いづらいなっていうのはあります。なんでメインアタッカー誰にするかでだいぶ変わってくるかなっていうところですね。続いて新キャラの北条と比べてっていうところですが、姉さんの情報が少しだけ出てきましたが、北条ということでこのあたりはちょっと懸念点があります。まあレーサーが攻撃性能もあるなら劣るかもっていうところですね。まず現在の新キャラの情報として北条のキャラが来ていますよね。炎のキャラで北条ということです。でポポとの性能が被らないことを考えるとギャラガーの上位互換になりそうな気がしてるんですよね。その場合ポポとは違った役割になる可能性があるため、性能的には差別化されると思います。ただしポポと似たような性能でレイサーの方が攻撃性能が高いとなった場合はポポが劣りますので、ちょっとこのあたりはね情報が来るまで難しい問題かなというところです。続いて花火についてまとめていきたいと思います。まずは花火の強みからです。他にない強みとしては SP 上限解放と回復となります。テンプで常に SP がプラスにされるだけでなく、必殺技でも回復が可能なため SP を大量に使用した戦闘もこなしやすくなるっていうのがありますね。2つ目の強みとしては量子特化の攻撃力アップがあるっていう点です。編成に量子属性持ちがいるだけで量子属性持ちの攻撃力がアップするようになってます。染め編成ならとても強力な編成になりますので、量子染めをしているって人にとっては嬉しい要素かなと思います。続いて3つ目、速度と会心ダメもアップができるってとこです。速度と言ってますが、これは行動順のことですね。調和として欲しい性能の行動順アップや会心ダメアップが備わっています。これに関してはブローネと似たところがありますね。で性能も高めとなっていますので、意外とオールラウンダー的な性能となっています。ですが低いっていうわけではないです。意外と性能も高いので、オールラウンダーよりもちょっと上の方っていう感じがしますね。制限っていうものを解除するものが多く、さらに性能を伸ばすものが多くなっています。特に SP に関してはアタッカーの SP 依存度を大きく変えてくれるものになりますので、本当強いなと思いますね。続いて花火の公演水異物編成についてです。まずはおすすめの公演水です。1つ目はもちろん人生は遊び。花火に関しては会心ダメージをバフの参照値としていますので、会心ダメージがアップするこちらは簡単に漏れるっていうことを考えると欲しい公演水となってます。ただ持ち公演水を装備しないどうかって言われると、別にそんなに性能が低いってわけではないです。さらに性能を伸ばせるっていうところになりますね。星4の公演水だった場合はダンスダンスダンスですね。必殺技の発動でチーム全体の行動機会を増やせるので、チームの手数を増やせる方法としては個人的にはこちらが扱いやすいかなと思います。続いて異物オーナメントについてです。異物はメッセンジャーですね。速度アップだけでなく必殺技との相性もいいので4セット装備したいところとなります。続いてオーナメントは折れた竜骨です。防火抵抗を盛るだけで会心ダメージを伸ばせるためサポートとして装備したいですね。花火自身の会心率もちょっと盛れるためバフの効果もアップできます。続いてメインステータスです。銅は会心ダメ、足は速度、弾は HP、 縄は EP 回復効率となります。サブステータスに関しては速度、会心ダメ、効果抵抗、HP の順です。効果抵抗が足りないようであれば優先度は上げていいかと思います。続いて理想の編成です。理想の編成一つ目としては陰月の編成ですね。陰月天運花火ポポです。行動順アップ、さらに SP 緩和っていうところで陰月と非常に相性が良くなっています。 SP 管理が難しいキャラですので、この編成は意外といいですね。続いて理想の編成二つ目です。読み、銀狼、花火、不言となります。両者を混ぜた編成ですね。読みに対して行動順アップだったり SP の緩和をすることによって全員のデバフ付与であったりとか行動宣言を解除することが可能となります。まあ読みを二凸とかしてると、こちらは花火の採用はしやすいかなというところですね。編成に関しては一応こちらの2つをおすすめしてますが、あとはクラーラとかこのあたりもおすすめになるかなと思います。クラーラ、低運、花火の編成は結構有名ですからね、そちらをやってみたいなっていう方はぜひ聞いてみるといいんじゃないかなと思います。続いて花火のガチャのおすすめと懸念点についてです。まずガチャを引くならっていうとこですが、 SP を大量に消費するアタッカー持ちならありっていうとこです。花火に関しては SP を大量に消費する味方と相性が非常に良くなっています。まあこれの理由に関してはアタッカーや味方の行動機会を増やせるっていうのがあるからですね。
特に陰月などのような SP を消費しないと火力が出せないようなキャラに関してはかなり嬉しい性能となっています。なので SP がなんか足りないなっていうことを感じることが多い人にとってはぜひ欲しいキャラかなっていうところです。続いて懸念点についてです。 SP 消費量で手持ちぶたさが出てくるっていうところですね。まあ SP に関する性能としてはカーン以外はいないため、SP を大量に消費する陰月などと非常に相性が良くなっています。かゆいところに手が届く性能というところがありますので、 SP が余りがちな編成では逆に手持ちぶたさにつながってくる部分となりますね。例えば軽流とかも相性がいいところはあるんですが、 SP 消費の点で言うと軽流はかなり節約ができるキャラとなっていますので、実は微妙なところっていうのが出てきます。まあ唯一無二の性能っていうのがあるんですが、アタッカーを選ぶ部分がありますので、チェックは必ずしておいてほしいところかなと思いますね。アダミについて他の調和との比較もしていきたいなっていうところなんですが、基本的にはブローニャと差別化的な位置になるのかなと思います。アダミを使用して感じたのは、役割としてブローニャで不安だった SP 問題を緩和しつつ性能をある程度残したようなキャラだというのがありますね。なのでブローニャと相性が悪いアタッカーなどと組ませると逆に合わせやすいっていうのがあります。また同じ調和でルアンやロビンっていうのもいますが、この2人とも異なった性能となっていますので、基本的にはブローニャのようなイメージをしておいてヒカチャを引くといいのかなと思います。合わせれるアタッカーにどの調和を持っていけるかっていうのを考えてガチャを引くといいのかなというところですね。それでは最後、新キャラとのガチャの優先度について話していきたいと思います。個人的な順位としてはこちらですね。1位ホホ、2位昇級、3位花火、4位ウンリとなります。これに関してはヒーラーが不足しているで、アタッカーはいるよっていう方向けの順位となります。ではこれにした理由を話していきたいと思います。まず耐久枠不足ならホホが優勢になるってとこですね。ホホに関してはデバフの性能が高いだけでなく編成に組み込みやすいっていうのがあります。そのため耐久枠が不足してたり持続編成をメインで使用している場合はホホをうまく使うっていうことができますので、まあ、優先的には欲しいなっていうところですね。続いて2位の昇級に関してですが、読み編成を強化するってところを重要視して入れてます。今の新規さんが多いところってホタルか読みが入ってきたところかなと思いますので、まあ、アタッカーとかサポーターが不足していることを想定すると昇級が2位かなっていうところですね。特にブラックスワンやカフカは未所持で読みを強化したいっていう方が多い場合は昇級優先でいいかと思います。読み編成のブラックスワンなどは代理に近いところがありますからね。もちろん代理ではなく強いところはあるんですが、読みの最適な編成として考えてみると昇級のデバフ性能はかなり強いかと思いますので、読み強化としてはまあ欲しいな、まあ、性能的にデバフとしても腐らないそうだなっていうところで2位にしています。で3位と4位の花火とウンリについてです。基本的にアタッカーとサポートが不足しているならというところですね。まあアタッカーとサポートになるキャラとなりますので、手持ちが十分な場合は優先度が下がるなと個人的に思っています。まあブローニャやクラーラで代用できる可能性もありますからね。どちらとも上位互換という感じがありますからね。まあ最適変数を組む目的がない場合は優先度はかなり下がるかなと思います。ただしアタッカーとサポートが不足していた場合は優先度が大きく変わりますので、キャラ不足は確認しておきたい2人となります。例えば耐久とデバフキャラは揃ってるんだけど、アタッカーとサポーターが足りないっていう時は花火、ウンリ、昇級、フォフォという順番になるかなと思います。結構優先度が変わるんですよね。ただ個人的には限定補助っていうキャラがまだ全然出てないので、まあ、フォフォをそもそも持ってない人も多いのかなっていう前提で今回は話しています。それを考えてみると、まあ、フォフォの優先度は高くて、次にアタッカーとして所持率の高そうな読みの最適編成のキャラと考えると昇級が欲しいなっていうところで今回はこの順番にしてますので、手持ちのキャラでまた深く考えてもらえるといいのではないかなと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。